はい、どうもこんにちは、モトです。本日はですね、今日発売のポケモンカード151の価格上位のカードたちを紹介していきたいと思います。午前9時程度の相場となっているので、投稿時には高騰かもしくは下落している可能性があるため、参考程度にご視聴ください。購入はあくまで自己責任でよろしくお願いします。1枚目はナナミの手助け SR です。メルカリでの高値では約7700円での取引がありました。購入相場的には4000円から6500円での取引がありました。2枚目は榊のカリスマ SAR です。高値では1万6000円での取引がありました。購入相場的には7800円から1万円での取引がありました。3枚目はサンダー EXSAR です。高値では約1万5500円での取引がありました。購入相場的には1万2000円から1万4500円での取引がありました。4枚目はミュー UR です。高値では1万5400円での取引がありました。購入相場的には1万1000円から1万4000円での取引がありました。5枚目はカメックス EXSAR です。高値では約7000円での取引がありました。購入相場的には6000円から7000円での取引がありました。6枚目は不思議花 EXSAR です。高値では約9000円での取引がありました。購入相場的には7000円から8500円での取引がありました。7枚目はリザードン EXSAR です。高値では約2万4000円での取引がありました。購入相場的には1万7000円から2万2000円での取引がありました。8枚目はミュー EXSAR です。高値では2万8000円での取引がありました。購入相場的には2万円から2万6000円での取引がありました。9枚目はエリカの正体 SR です。高値では5万2500円での取引がありました。購入相場的には4万円から5万円での取引がありました。最後はエリカの正体 SR です。高値では9万5000円での取引がありました。購入相場的には7万2000円から8万5000円での取引がありました。マスターボールミラーなどは今回は調べていませんが、封入率的に高値での取引があるようですね。今後も再販や受注生産もあるため価格変動が起こると思いますが、初動での購入はやめた方がいいと思っております。個人的にはピカチュウ AR がすごく可愛いカードなので、いつかは手に入れたいと思っております。今後もポケモンカードに関する情報発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。